すると180分で29本ですから、まあいいペースで来てますね。この後ね、ちょっと短い2、3分の動画はちょっと続くんでね、ここはもう全く息継ぐ暇なしでしょうね。エンコード設定とか、エンコード中にいろいろと文字入力とかテキストの確認とかしておったら、もう多分エンコード終わっちゃうくらいの勢いでいくんじゃないかなと思うんでね、ちょっとここのところ頑張っていこうと思います。さあ、今 ST13 発表の10H と 10B のね、鉛筆の書き比べやったね。レビューシリーズのネタが出てますけど、この時からね、ちょっとね、YouTube の方のね、動画を上げようと思いますね。こっちの方がね、確か4分5分の動画がずらーっと繋がってくるんで、多分、ポンポコポンポコね、やっていかないといけないと思いますんでね。4時になりました。ワイプ生活が長いね。ずっとワイプだよね。ワイプに見えるの？あ、見えるね。大丈夫やね。4時ね。ということで4時間経過しました。ですので、収録240分で42本、動画投稿今のところできてますね。ですから、24予定から42ですから、結構今ペースの方ね、6分タクトくらいでできたのか。今原因はね、今、解説関係のね、やつで、細かく郵便ネットをね、種類ごとに解説した動画を上げてるんで、5分とかね、それぐらいのね、やつが結構多いんで、その兼ね合いで、エンコードも、一気に速くなってますね。なのでね、ちょっとたまに復習残したりするくらいができないですね。実はね、一応小腹が減ったらね、弁当を買ってあるんですよ。半額弁当をね、もう前もって買い込んであったんで、ま、今日はね、何せ食べに出ることも何もできませんからね。ということでね、買ってあるんですけど、温めに行く時間もないな。まあ、まだちょっと腹減ってないしいいかな。もうちょっとお腹空いてきてからでいいかなという感じですね。
これ必要酸素短かったな。眠いな、しかし。ずっとパソコン画面とね、カチカチといじってますからね。眠気が来ますね。まあ、もうちょっと頑張っていきたいと思います。あ、ちなみに忘れてました。今言っとったね、42本投稿っていうのは、あの、前もって入れてあったタイマーのやつは省いてありますね。ですので、0時からプラス1ではタイマー入れてるんで、11本、足したらいいんで、53本ですね。投稿本数としてはになる予定ということですね。まあ、結構いきますね。まあ、途中で多分だれると思います。夜勤なんで多分ちょっと。すごい、ちょっと寝ると思いますんでね。さすちょっと、多分ね、持たんで、ね、眠気がだいぶきてますんでね。長い動画のエンコードがあったんでね、今のうちに温めてきました。そしたらちょうど、ちなみにね、あの、アジオシさん行ってきましたが、4日時点ですね、1号館の、you